や、砂漠の民は常に意外と隣り合わせで生きてるもんさ。無駄口はよせ。もうあんた逃げる？その道を選ぶなら俺は好みで、神王のレリクスの最も残った奴らはこんな言葉に共感してる奴らばっかりさ。偉大なる者は墜落の記憶を持つべからず。最後の悪あが行け。キングデシェラト様が俺たちに残してくれた恩恵を、どれだけ強かろうがたった二人さ。第一陣やれ。そのまま全員殲滅だ。こいつはどうだ。よっ、次こそは、次こそは食らい。勝ったと思うなよ。まだまだ始まったばかりだ。カリッ、いってらっしゃい。神王様は神道を誰一人見捨てはしない。おとなしくしやがって、この瞬間。風の行く先、風の中、雲の糸。行くぞ。耐えられるか。そうよ、メル、俺についてくれ。誓いを果たす時が来たぞ。あんたら命はもう、僕よりそんなつもりはねえ。誰一人だ。お道は散らまく惜しむ。風邪ひくないな。これさあやるか。変わらずの呼んでいる。命令を出してるや。でもあいつらの攻撃、ここってなんだ。来い。次の敵が来たら敵の気を引いてくれ。私は上にあるた。そこをどけ。ミジャール、出てこい。正面も突破されたか。すみません、ミジャール様。あいつらマジで命知らずなんだ。どうやら時間切れ。ミジャール、そろそろ。そんなチャンスを俺がやると、この間もなく消え去る影。待て。間に合わなかった。勝負はもう。もし傭兵の節操の方が大事ってんなら、あんたたちに。おい、電車、仕掛けを見つけたぞ。今すぐ登らせてやる。行こうか。お前ら一体何者だ。なんで俺たちにしつこくか。あの堂々たる神王のレリクスが、ネズミみたいに狡猾に、あっちを噛んだりそっちを噛んだり、捕まえようにも捕まえられないときた。お前らのしたいことなど知ったことか。おい、クセラという名を覚えているか。知らん。俺は頭じゃねえし。もう一度だけチャンスをやる。だから知らないって。ただの下っ端の俺が嘘をつくわけないだろ。人探しだったら資料書く。本当に多くの人にとって。あ、おい、あっちだ。私は古い癖、思い出したぞ。
あい、言葉に気をつけろ。おっ、つったってありゃ絶対に演技だ。あの危なっかしい歩き方を見て守りの奴は油断したんだ。川屋へ連れてってやる途中で逃げやがって、資料室へ走り込む健全な奴でもあいつに追いつけなかったんだぞ。そんなのありえるかよ。それから神王のレリクスは徹底的に通無駄口はやめろ。あいつが何をしたかなんてさっさと吐け。あっちだ、見に行きたいなら行けばいい。でもあんな、マシャール、ティクリッティ、一緒に来い。下手に動く奴がいたら。ここがあいつの最後にいた場所。あいつ一体どうやったんだろうな。なあ、そんなに機敏だったんなら。ディシア、すまん。これは杖？クセラ団長、本当に全部杖が大火事の後に残ってくれたのも。もう一回手分けして探すか。もしかしたら他のものが残されてるかもしれない。でも火事も怖くないもの。巨竜はもうディシア姫の手によって倒された。竜の頭は砂上に掲げられ、彼女の武勇は我らに長らくの平和と繁栄をもたらす。ほら早く、肝心なセリフだぜ。あんたが言え。巨竜を倒したのはお前だろ。みんなお前の言葉を待ってる。今でも緊張するか。いいさ、俺がやる。これにて勝利を宣言する。悪竜はもういない。うん、私はこれにて勝利を宣言する。悪竜はもういない、親父。どうしたんだ？